ドプリテン、こんにちは。セムホワホワ、ワホワちゃんです。ワホワちゃんのおちゃらけ自己語講座、今日も一緒に遊んでね。2回目だから、もうみんなとは友達だよね。だから、挨拶も、ドプリテン、こんにちは、じゃなくて、アホーイでいいよね。うんうん。じゃあ、これからはアホーイでいくよ。さて、今日もチェコの怖い話をしたいんだけど、聞きたい？聞きたい？うん、じゃあ行くね。飛行機に乗ったことある人は知ってると思うんだけど、飛んでる時に具合の悪い人がいると、お客様の中にお医者様はいらっしゃいませんか？ってアナウンスが入るよね。これは普通の飛行機。じゃあチェコの飛行機はっていうと、お客様の中にパイロットはいらっしゃいませんか？キャー、落ちる。チェコの飛行機怖いね。でもこれはブラックな冗談だからね。ところでチェコの世界的なアクロバティックパイロットって誰だか知ってる？マルティン・ショッカっていうんだよ。元軍人でかっこいいの。下の概要欄に貼っとくから見てね。ふわふわもいつかマルティン・ショッカ様の操縦で飛行機に乗ってみたいな。でもぐるんぐるんで気絶しちゃうだろうな。